皆さんこんにちは。頭の中がお花畑、早く人間になりたいよ、公認心理師のみぶです。いかがお過ごしですか？今日はですね、ちょっといつもより違うよ皆さんは人に利用されたなと感じることはありますか？今日はナルシストの利用主義に潜む罠、自分の心をどう守るかについて考えていきたいと思います。ナルシスト、聞いたことありますか？巧妙な言葉と態度で周囲を操って自分の利益のために利用する、そんな人です。ありますよね騙されたりね、いい人だなと思ってたらね、なんか自分の手柄取られちゃったりとかね。そうでね、結構上手にね、上にのし上がってっちゃうんですよ。パッと見ね、わからないことも多くて、知らない間に利用されてたとか搾取されてたなっていうことがあると思います。そこにはね、搾取されてしまう側の純粋性であったりとか、そうですね、心の境界線の弱さであったりとか、そういったものも関係してきます。だから必ずね、世の中にはそういう人が存在するんですけど、そういう罠にかからないようにするってことがとても重要だと思うんです。だから今日お話を聞いてね、自分の中に少し知識を貯めて、そういったものに対処する、方法を身につけていきましょうね。で、ナルシスト、これはですね、もう表から見たらわからないことも多いんです。いかにもそれっぽい人っていうのは気をつけるじゃないですか。でも心の中にそれらを持っている人っていうのは一見わからないんです。それがそうだな、結構有名な人で人に慕われてたりとか、優しそうに見えたりする、そういった、あと専門性を持っている人とかだとね、もうその地位だけで騙されちゃうことありますよね。その中身は自己中心的で傲慢、共感性や思いやりに欠けるというね、特徴を持っているんです。そう、一見見えないんですよ。で、彼らはね、人を自分の理想に合わせて変えようとするんです。パートナーとか友達とか同僚などを自分の出世のために利用したり、自分の手柄を独占しちゃったり、他人の功績を横取りしようとしちゃったりするんです。気がついたら取られてたとかね、そういうことあるでしょ。おっかないねでも存在するから気をつけて。でね、例えばそうだな、人を搾取する場面ね、どんな場面で人を利用して搾取していくのかなんですけど、恋愛関係なんかもよくあるかな。パートナーを自分の理想に合わせて変えようとしたりしますね。で、まあ相手の自尊心を傷つけたりとか、支配したりして相手を自分のものにしようとするって感じで、とにかくね、自分のものにしたいんですよ。全部を奪いたい感じ。職場とかね、仲間関係でもそういうことがあるかもしれないです。彼らはですね、同僚とか部下を自分の出世のために利用しようとするんです。そして手柄を独占して人の功績を横取りしようとする、そういうこともあります。なんかさ、大した力も持ってないのにのし上がっていく人とかっているでしょ。口がうまいっていうのかな、騙されちゃう、そういうことありますよね。素直な人、心が綺麗な人ほど、なんていうのかな、信じちゃうんですよね。言葉通り受け止めてね、で搾取されて、あれ私のだったのにな、なんてね、こともあります。と友達関係でもありえます。いつでも人から注目されたい、称賛されたいって思ってるんですよ。で、あとよくあるのが、こう有名な人とか、友達をね、自分の自慢の種にしようとする。私あの人と友達なのとか、この人と組んだらいい目見れるかもとか、そんな感じで、まあ一方で今友人の不幸をね、喜んだりするってこともあります。とにかく自分が一番でありたい、そういう気持ちがあるのでね。で、ここからはこれを聞いてくれてる方々が、きっと自分はこういう目に遭っているっていう人が聞いてくれてると思うんです。あるいは今その真っ只中かもしれない。
で、犠牲になりやすい人ってどんな人なのっていうとこですね。いくつかやっぱ特徴はあるんですよ。人との関係でいろいろ起きるっていうのは、相手ばかりの問題じゃなくて、自分が持っているものの相互作用で生じてしまうんです。でね、ナルシストの犠牲になりやすい人っていうのは、自己肯定感が低いんですよね。でね、またね、そういった人たちって、自己肯定感が低い人をこう見定める力があるんですよね。ターゲットにしやすいんですよ。もう彼らの言葉で簡単に操られちゃうからなんですよ。自信がないから、ちょっと褒められたりとか、あるいはちょっとけなされたりすると、情動がすごく動くでしょ。そこをね、巧みに、キャッチして行動してくるんですよね。でもその巧みさがね、巧みすぎて、なかなか防げないかもしれないね。そうなんです。で、あとね、もうここがね、苦しいとこ。共感性とか思いやりが強い人が、なんと犠牲になってしまうんです。ナルシストは共感性とか思いやりの強い人をターゲットにすることがあるんです。だって簡単ですよ。自分のことさ、疑わないで信じてくれる。思いやりのある人。簡単に騙せる気がしない？だからその人たちの、良さとかそういうのはもう関係ない、彼らにしてみたら利用するものでしかないからね。で、私も大変なんだよねみたいなことをね言ってくるわけです。その苦しみに共感して助けようとしちゃう、大げさに泣かれたりしたらさ、とても苦しんできたのかななんてね思ってね、気持ちを寄せちゃう。そしたらね、なんか実はナルシストだったってこともあります。またちょっとそういった感情の操作もね、巧みであったりしますからね、気をつけたいところですけどね。共感性、思いやりが強い人ね、騙されちゃうんだよね。苦しい。あともう一つ、私がよく言っているこれです。心の境界線が弱い。これはね、もうね、利用されます。されちゃう。こう、境界線が弱い人はね、相手の気持ち、例えばその人がね、泣いたりとか怒ったりすることにすごくぐらつかされるわけですよ。自分の情動もものすごく動いちゃう。そうすると、こっちはね、その気持ちを受け取っちゃうんで、自分の意見とか気持ちを持ってるのに主張できなかったりする。あるいは持ってることにも気づかないで流されちゃう。そうすると利用されちゃうんです。で、やっぱりね、そういった利用主義から身を守るには、心の境界線をしっかりと守ることがとっても大事。もう今までも何回も言ってるけど、心の境界線っていうのは自分と他人の間にある心理的な距離感のことです。自分の大事な価値観とか感情、あるいは時間や空間を守るために重要なもの。この線が曖昧だととても危険。いろんなことで危険です。つまり、心の境界線が弱い人は、他人の要求にね、乗っちゃう。断れないんですよね。で、自分の意見とか気持ちはとりあえず抑えて、相手の方に向いちゃうんですね。だから利用されやすいの。じゃあ、この心の境界線をね、強めて自分を守るためにはどうしたらいいのかなっていうのは、自分の価値観や感情をまず大切にするってことです。自分は何が大事で、一体何が許せないのかをはっきりさせるってことです。これは人によって全然違うよね。でも人は人、自分は自分なんです。自分はこれは無理だっていう感情があったら、それを抑える必要はないんですよ。伝え方はありますよ。ナルシストにバーンと言ったらどう利用されるかわかんないから、伝え方はあるんだけど、自分の心の中で、あ、この人ちょっと無理かもとか、なんかおかしい感じがすると思ったら、その感情を大事にしてほしいんです。そしてね、あと、今ね、自分の意見や気持ちが大事にできるようになったら、それを主張することも大事。それは嫌ですとか、
私はそう思わないなとか、そういうことは伝え方で伝えられるじゃないですか。今は無理だなとか、そうか、また考えとくねって感じで、すぐにポンと受け取らなくていいんですよ。そんな感じで、相手に自分の考えを伝えるってことをね、恐れないでください。それは嫌です。それはできません。私はこういうふうにやろうと思っています。いいんですよ、主張して。で、あと大事なこと、断ることを覚えてください。相手の要求に断る必要がある場合は、毅然とした態度で断って。これはね、共感性とか思いやりが強い人、そして自己肯定感が低い人は、頼られたりとか、そうだな、頼まれたりすると、自分が求められてるみたいに感じて、自分の存在意義をそこに感じちゃうんです。そうすると全部相手のね、要求を飲み込んでいくことになる。でもダメ、それじゃあ自分の境界線守れないんです。断ることを覚えて。ノーっていうことは、なんていうのかな、拒絶じゃないんですよ。拒絶じゃないの。イエスもあっていいし、ノーもあっていい。ずっとイエスなんて絶対ダメ。だってイエスだけじゃないでしょ、心の中は。そう。嫌だな、変だなって感じたら、ちょっと、いりませんとか、ね、壺なんか売られそうになった時にさ、あ、そっか、でもじゃあちょっとだけなんてことはダメですよ。ね、おかしいな、高いな、なんでこれなのって思った時には、ちゃんと断る。ね。で、もう一つ、自分の時間や空間も守ってください。時間や空間も自分のものですよ。だから、ね、この時これやってよとか、この日いいでしょとか、あるじゃないですか。ねえねえ、私さ、あの時こうしたいからさ、友達連れてきてさ、一緒にやろうよ、みたいに言われた時にね、友達も巻き込んで、それは自分の友達だったりするじゃないですか。その人に自分がお願いして、その時間を作って、そのね、空間まで行くとか、それって完全に利用されてるよ。ね。だから、自分の時間や空間も大事にしていこう。これが自分の心の境界線を守ることです。こうやって自分の心を大事にする、自分の価値観や感情を大切にするってことが、相手からのね、利用から自分を守ることになります。そしてとても大事なのは、あなたの直感が何か変だな、違和感を感じるな、なんかざわざわする。そう思ったら、その気持ちをまず信じてほしいの。でね、あともう一つ直感に似てるけど、誰かとの関わりが自分にとって苦痛だな、ストレスだな、その人からの情報を見るとざわざわしちゃうなとか思ったら、ちょっと距離を置いてください。あなたにとっては合わない人かもしれない。あなたの直感がこの人は危ないって言ってるかもしれない。そこをね、大事にしていってほしいんです。でね、何かあったら、信頼できる人に相談してみて。きっといいアドバイスがもらえる。自分がちょっと間違えて、そっちの道にね、行っちゃいそうになっても、それおかしいと思うよとか、同じ意見じゃなくてもいいんですよ。その時受け入れられなくても、新しい方向から物事を見てくれる人に確かめてもらうってことは大事です。ね、誰かに話してみようね。で、やっぱりね、苦しいなと思う相手であれば、心も体も距離を置いてね、境界線を保っていきましょう。今日はですね、ナルシストに搾取されてしまう、その、なんていうのかな、自分の傾向と相手の傾向について考えてみました。そういった人に出会うとね、精神的にとってとても大きな負担となります。自分が利用されていることに気がついて適切な対処をすることがとっても大事だよ。思いがけない方向に導かれちゃうこともあるんだよ。気をつけていこうね。今日は自分の心を守る方法でした。最後までお聞きいただいて本当にありがとうございます。またお会いしましょうね。みーぶでした。どうもありがとう。ありがとうございます。
ちょっと動画良かったなと思っていただけたら、グッドボタンを押していただけたら本当に嬉しいです。みの心がポジティブになる3グッドシングスのワークブック出ました。今ここでは2種類のデザインがあるけど、今ね4種類のデザインがあるよ。毎日つける3グッドシングスと、あと塗り絵とジャーナリングとかね、いろんなものが入っているんだ。それで、一冊で3ヶ月使えるワークブックとなっています。よかったらチェックしてみてね。